スマホの向こうに私を待つ人がいる。ライブ配信、それはタップ一つで世界につながる無限の扉。日々配信し続ける彼らはこう呼ばれる、ライバー。今回登場するのは、可愛いじゃないのよね、可愛いけど俺は山田ポンスケ。平日は会社員として働き、土日はプロ草野球チームに所属。自分がもっと輝いて見せるにはどうすればいいのかっていうのをすごい考えるようになりました。ボーイズコンテストに出場、そして配信の世界へ。マルチな才能の裏側を彼をよく知る人物たちにインタビュー。変なやつです10人十色のライバー人生、山田ポンスケの素顔とは。おはようございます。ちょっと普段土日あのプロ草野球チームのベイちゃんっていうのに入っていて、で今日はその、 練習に来ました。よっ、行こう。野球は中学生までやってました。いや、子供の頃の夢はもうやっぱプロ野球選手になって、親にフェラーリを買うっていうのをずっと言われてましたね。ベイちゃんの目標はこの草野球のオープン大会で日本一を取るっていうのが目標でやってます。左ピッチャーが今4人5人いる状態なんですけど、まあ、その中で一番頼りにされるようなピッチャーになりたいなと思ってます。自分が活躍した時もそうなんですけど、こう一緒にプレーをしていて、例えばファインプレーをしたりだとか、まあ、そういう自分だけじゃなくて周りのメンバーが活躍しているところを見るのもすごい楽しいなと思います。野球経験は少ないが、チームメイトからの信頼は厚い。泥臭いですね、その野球で結果出すっていうことに関しては。野球経験がまだない分、2軍とかにいることが多いんですけど、でも絶対1軍に上がってやるっていうことを言ってたりとか。結構その根は負けず嫌いで、見えないところで努力できる方かなって思います、はい。小さい時の自分はあんまりこう人前に出なかったりだとか、すごい目立ってるタイプの人間ではなかったので、もう教室の片っこでちょっと本読んで、で土日とか平日の夜とかは学校終わってからずっと野球やってるっていうような少年時代を送ってました。高校に入り野球から離れたが、この楽しさを伝えるアナウンサーを目指すように。実績作りのためボーイズコンテストに出場、これが転機となった。やっぱ自分のことを応援してくれる方がすごい増えて、今まで普通に生活してたらまず出会わないような人に出会えたりだとか、まあ、こういった人たちをその楽しませるにはどうすればいいのか、自分がもっと輝いて見せるにはどうすればいいのかっていうのをすごい考えるようになりました。野球と同じぐらいハマっているものがある。大学が表参道だったので、坂降りたら渋谷なんで、結構渋谷はすごい行ってた街ですね。僕ラーメン好きなんですけど、その中でも一番僕がこの渋谷近辺でもうここが一番美味しいっていうラーメン屋があるので、今からそちらにちょっと向かっていきたいなと思います。よいしょ。お、どうぞ。平田さん、あ、どうも、お久しぶりです。お願いします。ありがとうございます。僕が入っている花輪ロックスっていう草野球チームで一緒にチームメンバーでやらせてもらっていて、で昨日も実は一緒に野球やって。そうですね、たくさんホームラン打つし投げるし、で負けず嫌いなんですよ。絶対ホームもアウトならないようにホーム投げるんですよ、はい。この普段の見た目からは思えないぐらい、ここになんかこう負けたくないっていうあれがあるのがすごく好きですね。ありがとうございます。好きなラーメンは塩。いただきます、
ありがとうございます、はい、じゃまずはちょっとスープからいただきます。うん、美味しいっす。あ、ありがとうございます。美味しいっす。チンタンのスープって、はい、味噌ラーメンとかと違ってごまかし効かないじゃないですか。やっぱり化学調味料もすごい使って味調整してみたいなところも結構あるんですけど、大体そういうところって味に似たりよったりになっちゃうので、ね、やっぱ美味しいっす。ありがとうございます。好きなものはこだわるととことん追求する。僕も結構ガラとか仕入れて家で炊いたりするんですけど、この前も炊いた時も全部でチャーシューと麺含めて1万円ぐらいしたんですよ。で多分取れるスープが大体7、8杯分で、手間暇とか光熱費とかを考えると、まあ、お店で食べた方が全然安いので。まあまあそうですね、はい、話してて想像の2つぐらい超えてくるんですよ、ね、結構いろんなラーメン作ったりとかラーメン好きのタレント来ますけども、トップの方にいますね。ラーメンやったら多分すごいんじゃないですか。こんなにかっこいいラーメンいないですよ、普通に。いや、まずは怒られてからやらないと。いやいや、なんで最初ラーメンやってたら怒られるが前提になってるの。怒んないよ。佐野さんのモノマネを。佐野さんのモノマネでね。叱ろう。20代の人分かんないから、これ本当にね。マルチな才能はこれだけではない。はい、よろしくお願いします。結構広めの部屋に引っ越しまして、今こんな感じでやってます。普段は、まあ、料理することがたまにあるので、キッチンとあと、まあここのリビングのテーブルと、あとはまあ何もない時は自分の部屋でやることが多いですね。よいしょ、こんな感じですね。片付けました片付けました。グローブ、本当に小学生ぐらいから使ってるこの辺はグローブなので、結構手入れをしながらなんとか使ってるって形ですね。あとは大学が経学部だったので、経営学だったり経済だったり、まあ、財務会計的なところ、自分の大学の専攻のものが結構多かったりしますね。仕事は今会社員で、主に IT コンサルティングの仕事をしています。インターンをしてて、実際に自分がこう会社に入った時に、会社で働いてるとその会社しか見れないと思ってたんですけど、コンサルタントとしてやるといろんな会社を短期間に見ることができるので、まあ、その分成長につながるかなと思って、まあ、頑張っていきたいなっていうのは考えてました。しっかりと実績だったり結果を残して、まあ会社に貢献できるような人材になりたいなと思ってます。完璧な人間に見えるが、その素顔をある人物に聞いてみた。電話中だった。こんにちは、はい、僕の同居人の同居人です。こんにちは、渡丸って言います。ライバー仲間でもある渡丸さん、なんか就活東京でしたいんだよね、東京で就職したいんだよねっていう話になって、じゃあ一緒に住むっていうところで、家探して一緒に今住んでるっていう流れですね。旅行に行こうっていう話になって、岡山に行ったんですけど、岡山で会ったのが初めて。そうです、旅行して倉敷の美観地区に行って2人でこう眺めながら、景色綺麗だなとか言ってました。男2人で。なんか完璧そうじゃないですかっていうのがあると思うんですけど、思ってるより普通の人間です。いやでもね、思ったよりうちのリスナー完璧だと思ってないよ、うん、部屋片付けたって言われたもん頑張って。じゃあそのままです。そのままね、可愛いじゃないの。リスナーにも山田ポンスケのイメージを聞いてみると、幸せ分かった。イケメンでなんだかんだ、なんだかんだって何、いつも優しいって言って、それ俺に対するイメージないってなんだよ、おい、ないってなんだよ、変、やめろって、一言一文字ねえ、一文字あかんって。リスナーからのいじりをきっかけにコメント欄は大盛り上がり。
割と自分だけじゃなくてリスナー同士もすごい仲良かったりするので、なんかそこがうちの、まあ、強みというか魅力というか、僕正直僕一人だとあんま面白くなくて、でも基本的にこう配信ってちょっとこう聞いてほしいなっていうのを話したり、それに対してみんなが話すことによってこういう考え方もあるんだなっていうところで参考になったり、仲がいいほどあのそこがやっぱうまくつながっていく部分だと思うので、配信は一人ではできない、だからいつもリスナーを信じている。今日はあのいつも仲良くしてるあのライバーのほぼ友達みたいなもんなんですけど、ちょっと一緒にご飯食べようかなと思ってお呼び立てしました。こんにちは。おお、お疲れ。お疲れ。お元気ですか？お元気です。あ、お元気、よかったです。紹介しますと、マリナさんです。マリナです。よろしくお願いします。清美のパンも来たしました。ありがとうございます。すごい。美味しそう。うん。すげえ。マリナさんから見たポンスケの印象は？なんかリスナーのことを本当に思い合ってるなってイメージはある。この自分の中で変えたところで言ったら、火山の辞めたっていうのがでかいかもしれないですね、自分を。それこそジュノンボーイ出てた時とかもかっこいい自分見せようってずっと思ったんですよ。でももうダメな自分でもいいから、それこそ寝癖がついてる姿でもなんかちょっとこう気楽にできるようになったのがでかいかな。飾らずに等身大の自分で、自分よりも自分のさ、そこに来てくれる人たちの方が大切じゃない、うん、自分一人が何かをやってるぜっていう気持ちは一切なくて、自分のところに集まってくれたメンバーが頑張って盛り上げてくれて、その結果自分が上にいるだけなんで、大切なのは自分ではなくリスナー。山田ポンスケにとって配信とは、まあ、なんかそれこそ野球に近いのかなっていうのはすごい思います。新しい人が来たら呼び込んでくれる人とか、そのシステムをちょっと教えてくれるような、そういうような人もいるし、それぞれ役割を持ってこうなんとか楽しんでもらおうっていう、リスナー一人一人が盛り上がる野球チームのような配信。かっこよくて面白くて歌うまくてファミリーがあって、ああいいね。まあでもファミリーがあったかいが一番じゃないやっぱり、うん、野球で言ったら監督だし、でも監督の懐が深いとその分それが選手に伝わって、選手の能力を足したら100なものが、まあ、掛け合わせてそれが1000になることもあるじゃないですか。仲間がいるから強くなれる、山田ポンスケが目指す場所。新たなステージとしてより多くの人に影響力を与えていくような、そあの存在にはなりたいと思っているので、やっぱみんなで頑張っていきたいなって思います。行ったれ行ったれ。監督の一声でチームは輝く。最高のリスナーと走り続ける。